感じで、お手軽レインポンチョ、はい、普通のだと着てすぐピリッとボタンを止めなくていけないんですけれども、それはさっとかぶるだけで、あっという間に切れます。なので急いでお迎えに行く時とかでも便利、あと後ろお尻もすっぽり切れるだけになっているので自転車にも安心してまたがれます。はい、すごい長さになっています。で今ちょうど私身長が165センチ、あ、間違えました、3センチぐらいですけども、手をまっすぐにしてもしっかり隠れるような長さになっています。さらにここにボタンがあります。これをパチンと止めて筒代わりにしていただければ、ここで即席のちゃんと腕を通す穴ができます。はい、こちらも同じですね。ここでプチンと止めていただいて切れると。でも、はい、まあ、ちょっとだけタイトにはなるけれども、こうちゃんと前に手を出すこともできる。自転車とか乗るときってこういうぐらいの形になるのかなと思ってるので、その時後ろから見るとこんな感じです。うーん、自転車の手もまあ難なくさらっとしてものになります。でさらにここにポケットがついていて、ポケットの口の部分は防水加工になっています。ここちょっとよく雨が入っちゃったりとか雫落ちちゃったりとかすると思うんですけれども、ここ防水加工になっているのと、大きさでいくとまあ両手がぴったり入るぐらいなので、スマートフォンとかちょっとしたお財布とか小さいものを入れるのには十分の大きさかなというところなので、まあ急なお買い物だったりとかどこかに寄らなくちゃいけないけど雨が降ってるっていう時には結構便利なものかなというところです。でここはファスナーがついているのでこうやって締められます。でさらにそれをかぶってみるとこんな感じでですね、かぶれるんですが、ここにちょっとしたこうツバみたいな形のがついているんですけれども、これがあのここがしっかりと付けられているのでペタッとへたらずにしっかりこう立体的に保ってくれます。後ろから見てた、でさっき雨が強くなってきましたという時はもう首元まで一気に締めてしまって、ここまで締めることができるので、まあ、ほぼほぼ顎の下まではカバーできます。はい、撥水加工してるんですよね。そうです、もちろんです。バサッとやってくれたら、ぜひ胸元を締めてみてください。